日本型食生活は米を主食として野菜、大豆、魚、海藻を中心とした日本の伝統的な食習慣が大きな影響を与えて動物性脂肪や塩や砂糖の行き過ぎを避けた独自の食生活である。1980年に農林水産省が提起し、1983年に農林水産省より提唱された食生活のあり方である。 米は生成しすぎないものが望ましいという意見は問題ないのではと最終的には盛り込まれなかった。同様の指針は1985年に食、生活指針が策定され15年ごとくらいに改定されている。日本は1945年に第二次世界大戦が終わると熾烈な食糧難の中でアメリカ合衆国からの食糧援助を受けそうした食材の利用を普及するべく 欧米型の食事を国を挙げて普及させた。だが、当のアメリカで食事が起こす健康問題が明らかとなり1977年に米国の食事目標が作られると影響を受けて日本で模索されたのが日本型食生活である。日本型食生活とは昭和50年代の日本人の食生活を基礎とし、米飯を中心とし、主菜、副菜があり、魚、 野菜や果物など、多種多様な食品を摂るという食事内容のことである。汁物及び、主菜一品と、副菜二品からなる一重三菜を基本としたもので、米飯を中心として組み立てることによって、和風のおかず、西洋風のおかず、中華風のおかず等々と組み合わせることができるものであり、栄養的なバリエーションが広げやすい、バランスに優れた食事の組み立て方である。 この米と魚と野菜の日本型の食生活をしてきたことが日本人が世界有数の長寿であることの主たる理由だと国際的にも評価され健康や長寿に良い食事スタイルである。また他国への食料依存度を高めないため食料自給率、食料安全保障からも望ましい食事スタイルである。第二次世界大戦後の食糧難の中、アメリカの経済援助で 小麦粉が大量に輸入され、占領政策の一環で、学校給食は、この小麦粉を使ったパンと脱脂粉乳が主体であった、ため、子供たちを中心に、パン食が普及した。連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサー・ゲンスイは、我が輩は、米と魚と野菜の貧しい、日本人の食卓を、パンと肉とミルクの豊かな食卓に変えるためにやってきた、と豪語している。さらに、 小麦粉が自由販売になった1952年には栄養改善法が交付されたが、その狙いは食生活用風化の推進にあった。それは GHQ 公衆衛生福祉局長のクロフォード会、サムス巡章が太平洋戦争はパン食民族と米食民族との対決であったが、結論はパン食民族が優秀だということだったと述べていることから見ても疑いない。 そして厚生省は栄養改善法に基づいて国民栄養調査を実施し栄養改善運動を始めた。そのため当時の栄養教育は欧米流の栄養学を基礎とし栄養改善運動ではパンを重視するなど欧米追随志向が顕著であり欧米風の食生活を理想としていた。米県庁の是正が叫ばれ日本人の主食とされてきた米は遠ざけられ、 米は市場にダブ付き過剰時代に入り、1970年には、原炭と米の買い入れ制限が始められた。日本人一人当たりの米の年間消費量は、戦後のピークの1962年には 118.3kg だったものが、その後一本上市で減少し1990年代後半には、一頃の半分の 60kg 台に落ち込んだ。1955年に、 日本食生活協会が設立され、アメリカから資金援助を受け、キッチンカーを使って栄養士がバイオ中華の料理の実演をし指導した。栄養改善運動では様々なおかずを食べる指導が重視され、この結果おかずの比重が増加した。1965年代頃以降は小麦の消費量が増えていない一方で米のみが減少しており、 国立民族学博物館名誉教授の石毛、直道は、米の消費が減ったのは、小麦製品の消費増というよりもおかずをたくさん食べるようになったからと指摘している。またこの頃、都市ガスに加え、プロパンガスが普及し始め、ステンレス流し台が発売され、家庭料理のあり方は大きく変化した。いつでも火が自由に使えるようになり、焼き物が手軽になり、 強力な火力を必要とする揚げ物、炒め物も簡単に作れるようになった。日本の伝統的な調理である煮物、和え物の比重が低下し、欧米風、中華風の料理が食卓に提供されるようになった。西洋料理や中華料理には肉類が欠かせないが、その普及に象徴的なものが魚肉ソーセージである。もちろん魚肉ソーセージは魚を原料とし肉類では、 内が純ずるものとして扱われ、日本の肉食の普及を側面から支え、次第に実際の肉類の消費が増加し、米と魚と野菜の日本の伝統的食生活に変わり、肉類を使った欧米風、中華風の食生活が普及していった。もともと日本人は米食悲願民族と言われ、都市部でも上流階級以外は白米を十分食べることができず、農村では 水田地帯でさえも、米以外の穀物や野菜などを大量に入れて、渾水したカテメシを主食とし、畑作地帯では、米は、わずかしか手に入らず、雑穀や芋類を食べる食事であり、加えて、戦中戦後の米不足は凄まじく、大半の日本人が米を常食することはできなかった。それは、闇市や、米をこせと叫んだ、販売獲得人民大会からも伺える。 その後、昭和40年代初頭になって、ようやく米の時給が達成され、名実ともに日本人の主食になった。この頃の日本人の食生活は、フランスの農学者、ジョセフ・クラッツマンをして、タンパク質、脂質、炭水化物のカロリー比率が理想的と言わしめたものであり、このバランスの取れた食生活のおかげで、日本人の健康は目を見張る改善を実現し、 平均寿命が世界トップクラスになった。また、医療費の増大に困っていたアメリカが、マクガバンレポートで、肉、乳製品、卵といった動物性食品を減らし、精白していない穀物や野菜、果物を多く取るように勧告したその利用的な食事バランスは、当時の日本人の食生活が達成していた。しかし、日本でも、 欧米風や中華風のおかずの多い食生活が普及するに従い、米の消費量が減少する一方で脂質の消費が増加してメタボリックシンドロームなど生活習慣病の増加の兆候が見られるようになっていた。1976年には厚生省栄養科の初代課長で後に国立栄養研究所長となった有本国太郎は日本人が米国に餌付けされ、 私がその手先となったが、もはや退職していて、取り返しがつかないと告白し、後悔していた。このため方針の転換がなされ、米余りによる食感会計の赤字に苦しんでいた。農林水産省は、1980年の農政審議会、80年代の農政の基本方向にて、欧米諸国とは異なる日本型食生活とも言うべき食事パターンがあり、 米を主食とした伝統的な食習慣が大きな影響を与えたものだと見られるということが報告された。農政審議会報告1982年、80年代の農政の基本方向の推進についての中で多様性がありかつ栄養バランスの取れた健康的で豊かな食生活と定義された。さらに農林水産省は医学や 栄養学などの26名の専門家からなる食生活懇談会を設けた。5回の食生活懇談会が開催された。栄養過剰である方向へと進みつつあること、食生活の乱れは生活習慣病につながるのでそれを防ぎ、食生活の欧米化が輸入依存度を高めるため日本型食生活の維持は安全保障上からも望ましいとされた。そして、 1983年に提言を取りまとめ、米を中心としたしたような食品を取ることによって、動物性脂肪や砂糖の摂りすぎを避けるという、日本型食生活を提唱した。日本人は米を主食とすることで、当時までは栄養過剰になりすぎずに来ており、それは、パンと冷ややっこのような組み合わせは考えがたく、おかずから食べる養殖のようにではなく、 ご飯と副食を交互に食べることで栄養バランスが保たれてきたことも挙げられる。日本の食文化は四季折々、地域性に応じて工夫し、いただきます。ご馳走様と感謝の気持ちを保ってきたことも評価される。牛乳に含まれる飽和脂肪酸については健康上の懸念からバターの消費も激減しており、当時は問題が大きくなっていないが、もし問題が生じてきたら、 低脂肪牛乳で対処することも可能だと判断された。主食では、米について生成しすぎないものが望ましいということを折り込もうと申したが、問題ないのではといった意見がもあり、最終的な提言には盛り込まれなかった。日本に栄養学を創設した佐柄木のりの長女、佐柄木よしこは1986年にこう述べる。確かに、アメリカ自身が問題とする食習慣を取り入れてしまい、 今日の食生活の欠点が作られているが、日本型の議論は、最期のりが1937年に国際連盟の会議で提唱し決議された7分付き米を用いるという栄養学検知に立つことが忘れられて、しまって白米は良くないということで、一足飛びに話が玄米にまで飛んでしまっている。その後、欧米各国の食生活指針は、 主食について科学的証拠の蓄積により、全粒穀物を推奨してきた。2016年の食生活指針を抜粋する。日本の神道の神仙。神様にお供えした後に人間が食べる。日本の食文化の伝統には、自然の中の神の存在が年中行事の中に生きており、食と密接に結ばれている。日本の神道では、アマテラス大臣を中心として、 天皇家がその子孫だと信仰されている。年に一度の新鍋祭りは五国宝城を祝うものであり、天皇即位に際して生涯一度の大上祭でも神様に新鮮を供し、一緒に食べるということには変わりはない。なぜなら、食物というのは日本初期によれば生けるものの食べ物として与えられたものであり、稲はその一つであった。伊勢神宮では、 天テラス大臣を祀る内空に対して、食物、穀物を司るとよけ大見は揚げ空に祀られ、その二箇所が中心的となっている。新鮮には穀物として米といった穀物、魚やその干物、アワビ、海藻、海水を煮詰めた古式を野菜、果物、幹が備えられる。宮中の水田は農業奨励のために明治天皇が作らせたもので、 自ら田植えし、収穫し、脱穀、精米まで行った。昭和天皇でも東京の土間ん中で田植え稲刈りを行い、収穫された稲は伊勢神宮での新滑祭りにも日常の食事にも供された。郷土料理としてその地に根付いた伝統的な料理がある。仏教伝来は精進料理を発達させた。日本への仏教伝来とその影響による、 肉食禁止令は精進料理を発展させた。和食日本人の伝統的な食文化は、ユネスコ無形文化遺産に登録されている。かつて、イエズス会の宣教師、フランシスコザビエルが、本部への報告の中で、野菜とさほど多くもない、ベームを常食とし、時々魚や果物を食べるのみでありながら、驚くほど達者で、しかも、長寿命者が多いことを指摘しており、 日本人の食生活は昔から望ましいものであると捉えられていたことが伺える。和食の基本形であるご飯、汁物、おな、漬物といった組み合わせである一十三菜は平安末期には成立し、日常ではおなはこれより少ないものである。日本型食生活はこの組み合わせのまま、おなの内容などを変化させたものである。日本型の日常の献立や、 定食にはこの形式のものが多い。すなわち、目的の料理である主菜にご飯と味噌汁がつき、ミニサラダやおひたしなどの副菜に加え漬物など箸休めの副副菜を添え、セットメニューにしたものである。そして最近は、ご飯に白米だけでなく、玄米や雑穀の入った五穀米なども選べるようにし、ヘルシーを売り物にしていることもよくある。明治時代には、 宮沢賢治が、1日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい、と言っている。重労働をこなしていた時代には米を大量に食べて、カロリー源とするのみならず、タンパク質も米から摂取していた。比率は多くはないものの人間にとっての、必須アミノ酸がバランスよく、含まれ、米は、 タンパク質の補給源としても優れた食品であり、米の実で人体を維持するに、十分なカロリーとタンパク質は得られるのである。玄米は完全食と言われ、ビタミンミネラル、食物繊維を豊富に含み、玄米だけで必要な栄養をまかなうことも不可能ではない。しかし、カロリーを使わない現代人の場合、タンパク質を摂取するために、十分な量を食べると炭水化物が多すぎ、 糖質過多になってしまい、米だけでは、タンパク質が足らなくなるので、動物性食品の摂取が必要になっているのである。なお、飽和脂肪酸の問題も指摘され、動物性食品についても、肉、乳卵ではなく魚を食べることが推奨されている。目指すべきはあくまでも昔のように、生白していない穀物を中核とした菜食型の食生活である。 穀物や魚をそのまま人が食すれば、家畜に値それを食するのに比べはるかに効率が良い。全世界の人類が肉、乳、卵食から決別すれば、現在生産されている食料と飼料と、デイマの2倍の人口を養うことが可能となり、しかも生活習慣病を克服できるのである。ありがとうございます。